ストームチーム隊長、ストームワンこと同人生活だ。うん、もう装備について言うことはないから、そのまま出撃していくぞ。ミッションを選んでください。24、停泊か。停泊。我々の防衛エリアに侵攻してきたフォーリナーの軍団はマザーシップによって指揮されているようです。マザーシップを撃破できれば敵に大きなダメージを与えることができるでしょう。現在マザーシップは輸送船団とともに海岸沿いに停泊しています。地上から接近し、マザーシップと輸送船団を撃破してください。ということで、ストームチーム出撃だ。このクソゴミどもをぶち殺しに行くぞ。海岸の荒らすクソゴミはぐちゃぐちゃになって死ぬがいい。総員、戦闘を開始せよ。作戦目標はマザーシップの撃墜だ。お前はいつも涼しい指令室から指令してるだけじゃなくて、たまには出てこいな。聞いてるか司令官。俺はお前に賛同はしていない。俺は自分の目的のためだけに戦ってるからな。全てが終わり次第お前を殺すぞ。EDF は俺のものだ。どっちにも行かん。お前らもさっさと戦いやがれ。敵はワンサが来てるじゃないか。スマシガを捨てれば全てが終わってるなんて、そんな時代はもう終わったんだぞ。さあお前らも武器を持って戦うんだ。よし、汚い花火だ。輸送船をロックしてるが全く意味ないんじゃないか。輸送船は上からダメージは食らわないだろう。おっと、アンブレラか。やつらアンブレラ作戦だな。これアンブレラ作戦とは、味方の上に強固な、あっ、ミッションフェアル。再出撃だ。いやー本当に、お前らは俺を怒らせることしかできないようだな。まあいい、怒らせた分だけお前たちぐちゃぐちゃなスープになるんだ。気持ちの悪いフォーリナースープになって下水に捨てられろ。おっと、木に当たってくれるな。弾がもったいないだろう。貴様らギャーギャー言ってる暇があったら戦え。地球のために命の一つでも散らしてみろ。それもできんで EDF とは笑わせるな。よし、ロックオン完了。発射。どうだ、当たるか。よし、いいね。そうだ、アンブレラ作戦が何かっていうのを言うの忘れてた。まあ、簡単に言うと隠れ蓑になるってことだよね。あの味方の、まさにあの輸送船団が今はまさにあのアリとかクモとかのアンブレラ状態って感じだよな。あれを落とさないとダメなのか、やはり。だが落とすには下に行かないといけなくて、そうするとリスクがでかいな。おい、全部防がれてんじゃないか。そう、なかなか難しいな、ここは。
オペレーションアンブレラをなんとかしないと。まずそうだな、これは。勝てないぞ、これじゃ。ジリビンだな。なんかよくわからんが、上が騒がしい。ああ、上がなんか騒がしいものを出してきたな。おっと、こんな感じでいいのか、こんな感じでいいのか。おっと、ずれたな。よいしょ、命中、命中してるのかよくわからんが、命中してることにしよう。よし、これは全部落とさないといけないのかな。よいしょ、やばいな、やばいな、敵がいっぱい来てる。おいおいおい、冗談じゃないぞ。冗談じゃない、やめてくれ。よし、とりあえず脱出した。おっとっとっと、なんだ、海の中か。海の中だと何もできないな、これ。進むしかできない。マザーシップが帰っていった。ふぅ、戦いはこれからだな。鬼畜配置のあの母船、輸送船をどうするかだな、問題は。鬼畜配置だよ、あれは。おっと、待ってくれ、待ってくれ。やめろよ、やめろよ、振りじゃないぞ。おい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 、使えねえ仲間ども、あっという間にゴミの山になっちまったな。これはどうすりゃいい。これは一体どうすればいいんだ。俺はとりあえず回復を取ろうな。この辺りを取って打ち込むだろ。だがもうある一定のところまで行くとゴミが増えてしまうから、海の掃除が大変になるんだな。よし、しょうがない、これで対処していくか。よいしょよいしょ、ったく。何の成果もないまま死にやがったな、あいつら。畜生、給料泥棒め。よし、撃墜。お、でかい回復アイテムがあるな。よし、あれを取りに行こう。よし、順調だ。ここで回復アイテムをゲッチして、アーマーが結構落ちてるな。アーマーが欲しいぞ。なんといってもな、最終的にはアーマーが物を言ってくるからな。よいしょ、おいおい、あの巣穴の再来はやめてくれよ。よし、じゃあ、あの空飛んでるやつらを残して、マザーシップを、じゃない、マザーシップじゃないな、それ。この輸送船を撃墜した後にアイテムを回収していくというスタンスでいこう。当たるか。頼む、当たってくれ。当たらないか。この辺りか。当たらないな。こっちはどうだ。おっと、閉まるのか。
このハッチは閉まるな。よし、まだ敵には見つかってないようだな。じゃあここはゆっくり行こう。ゆっくり行って、よし、隠密に隠密にこいつらを破壊して回ろう。よし、これ当たったろ。よし、母船を撃破。よし、見つかってしまったな。敵の盛大なパーティーが始まったと。といってもまだ広いからなんとかなるんだが。よし、よし、よし、よし。おっと、両方とも倒れてたらしい。ふう、いやー、よかったよかった。それにしてもアーマーがいっぱいあるの。とりあえず全部取るとキリがないから、この海岸にあるやつだけをちょっと集めていこう。すまんな、ここは集め芸になってしまうが、地球防衛軍とはそういうものだということで、少しご遠慮願いたい。ご遠慮？違うな。このアーマーは取らないとな、ほんとに。おっと、アリメ。おい、ドローン、お前もちょっと幅利かせすぎだぞ。それにしても広い。集めてくれるだけの仲間がいればいいんだがな。仲間が NPC がアイテムを取っても、それが、おっと、おっと、お前ちょ調子乗るなよ。お前が調子乗ったところで俺の敵じゃないが、調子乗るなよ。よし、まあじゃあこんなもんにしとくか。まだいっぱいあるけど。おっと、当たれよ。よし、ナイス、なんとか勝利。いやー、危なかった、ピンチだったよ、本当に。まあ地球防衛軍は武器は強くて体力がいっぱいあってもどうにもならない時があるっちゃあるからな。ああ、それがこの職場の辛いところでもある。結構体力を消耗してしまったな。よし、じゃあ今日もちょっと早めに寝ることにしよう。また明日も戦いがあるからな。うん、それでは地球の平和を俺に任せて、皆さんはゆっくり休んでくれたまえ。それじゃあな。